皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、じゃん、こちら久しぶりのグレールの購入品を紹介していこうと思います。ではレッツゴー。最近ちょっとあんまりグレールでお買い物してなかったんですけど、久しぶりに見たらすごい可愛いのがたくさんあったので、ちょっと久しぶりにお買い物してみました。はい、というわけでこちら紹介していこうと思います。今回はですね、5つ購入いたしました。はい、ということでまず1つ目がじゃじゃじゃん、こちらでございます。こちらのですね、インナーですね。結構胸元が空いてるトップスとかって中見えちゃうじゃないですか。だから中のね、インナーが困っちゃうんですけど、このブラウンがすごく可愛いなって思ったのと、ここがね、レースになっているので、こうちらっと見えた時も可愛いらしいなと思ってこれを購入しました。パッドもね、入っているので、これ1つでね、大丈夫なので、すごく便利だなと思ってました。でこちらがですね、799円でございます。安いですね。本当にデザインもすごく可愛いので、胸元が空いてるトップスとかに合わせていこうかなと思います。はい、そして続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これ可愛くないですか。めちゃくちゃこんな感じの、なんかね、ブルーとベージュのドットみたいな感じのトップスなんですけど、めっちゃ可愛いと思って、色合いもすごく可愛いし、形も可愛いし、こういう素材ってね、その汗が染みにくいっていうか、私本当に夏になるとね、汗がすごくて、汗が染みちゃうっていうのは結構優先的に考えていくんですけど、これなんかこういう素材ってなんかわかるかな、こういう素材ってあんまりなんか染みたりとか汗が目立ちにくいかなと思ってこれを買いました。すごく可愛いですよね。これ上からなんかビッシュとかを合わせてもいいし、これだけで着てもいいし、トルペットとか合わせてもすごい可愛いかなと思います。こちらのお値段がですね、899円でした。めちゃめちゃ安いです、本当に。そして続いて3つ目がじゃじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのボルドーですね。ボルドーの T シャツです。これもすごい可愛いですよね。このプリントとかもシンプルで可愛いし、色もすごく可愛いし、ちょっとね、これは汗が目立ちそうですね。でも汗が目立っちゃうかなとは思うんですけど、まあでも可愛かったのでちょっと買ってみました。夏が終わってちょっと涼しくなって、秋になりかけとか、そういう時期にもなんか色合い的にも可愛いし、使えそうだなと思います。こちらのお値段が999円でした。グレールの T シャツはほとんど1000円いかないで買えたりとかもするので、本当に夏場は T シャツがやっぱ楽だし、私も T シャツばっかになっちゃうので、 T シャツ結構いろいろ集めたいなと思って、グレールで見てたら可愛いのがあったので買ってみました。そして続いて4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じです。まだまだ T シャツでございます。ちょっとなんか画面で見ると水色っぽいかなと思うんですけど、実際見るとなんかミントグリーンみたいな感じの色味になっております。これもすごい涼しげでパステルな感じで可愛いですよね。これにデニムとか合わせたらすごい可愛いんじゃないかなと思います。ベージュのボトムスとかも合いそうですよね。色合い的に珍しいですね、こういう感じの色味は。パステル系あんまり持っていないので、ちょっと買ってみました。でこちらも999円でございます。ということで続いてラストなんですけど、ラスト5つ目がじゃんじゃじゃん、こちらでございます。という感じのですね、ロンパースかな、これは下がね、パンツになっているんですけど、つながっていて、ベルトもこういう感じでついてきました。なんかトップスはシャツみたいな感じの形になっていて、まあ、チェックって可愛いですよね。結構私チェック好きなんですけど、こういう感じのロンパースを購入しました。こちらが2299円でした。安いですよね、ロンパースにしたら2299円で。ウエストはゴムになっていて、ここのトップスのところには1つボタンがついてます。結構上がね、オーバーサイズになっているので、背景カバーもできそうですよね。ちゃんとウエストもね、このベルトでマークできるので、スタイルアップ効果もあると思うし、やっぱり夏はね、こういうの1枚サラッと着るだけでコーデが完成しちゃうので、すごく楽かなと思います。こういうのってすごい着回し難しいと思うんですけど、例えば持つバッグを変えたりとか、帽子をかぶってみたりとか、アクセサリーを変えたりとか、靴を変えたりとかね、意外とそういうのを変えたりするとなんかまた違った雰囲気にもなったりとかするし、アクセサリーとか小物とかで変化をつけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで以上5点が私が今回グレールで購入したものです。結構トップスばっかりになっちゃったかなと思うんですけど、やっぱり夏ってね、その重ね着ができない分、トップスとかでね、変化をつけるしかないと思うんですよね。やっぱり自然と夏はトップスが多くなってしまいます。本当にグレールすごく安いし、結構ね、韓国系のファッションが多いかなっていう印象なので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでグレールの購入品を紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいなと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。